次のブレイクは誰だ。阪神黄金時代到来の鍵を握る8人の若虎。前川京、外谷氏、20歳、左投左だ。2021年のラスト4位、サトシ連続円高。今季1軍で170スキルだった経験は大きな糧になる。来季は一回りたくましさを増して森下翔太との横ポジション争いを勝ち抜きたい。井上康太、外谷氏、22歳、右投右だ。2019年のラストに不正者中、今季途中からノーステップ打法に取り組み確実性向上を目指している。未完の大砲のままでは終われない。5年目の来季は勝負の年になる。森木大地、投手、20歳、右投右だ。2021年のラスト1、コーチ高。高校時代からアームアングルの位置を補修正するなど繊細な面と神経質な面が紙一重で存在していた。今は巻き苦しんでいるとはいえ、プロ2年目で正義の結論を出すのは早すぎる。大ジャンクする直前のかがんでいる状態と前向きに捉えたい。門別ケイト、投手、19歳、左投左だ。2022年のラストに東海大札幌だか。プロ入り後ストライクゾーンが定まることで苦しむ高速投手の多い中、門別にはそんな戸惑いが感じられない。ストレートのキレと精度をさらに高められれば来季から戦力になる可能性は高いだろう。伊藤将司、大竹小太郎と生きた日本から盗めるだけ盗みたい。茨城秀俊、投手、19歳、右投右だ。2022年のラスト4位、帝京長岡だか。すでにブルペンでは目を引くボールを投げているだけに、あとは実戦でのアピールが不可欠。質の高いボールをコンスタントに投げるための再現性が求められる。同期入団の門別との北海道出身コンビが投手陣の競争を溢れれば阪神の前途は明るい。中川勇と、投手、19歳、右投右だ。2021年のラスト7位、京都国際だか。梅野雄太郎、坂本誠志郎の両捕手が30代となり、次世代の正捕手育成は喫緊の課題。そんな中、今週のドラフト会議で阪神は捕手を指名しなかった。これは中川に対する高い期待の表れではないか。3年目の来季に少しでも成長を見せつけ、後釜としての地位を固めたいところだ。三つ星生、外谷氏、18歳、右投右だ。2022年のラフト3位、関東一だか。最終的に93試合の出場で打率248、3本塁打、34打点、4盗塁と高卒1年目としては上々の成績をマークした。来季左翼東翼の歴戦区には当てはいる可能性は十分ある。独特の打撃スタイルで弱肉強食の世界を生き残れるか。野口恭介、外谷氏、23歳、右投右だ。2022年育成ドラフト1、九州産業大、森下翔太、小野寺団、井上光大、三つ星聖ら。右の有望強打者がひしめく外野陣でのし上がるのは至難の業。それでも育成から這い上がったバットマンの生命力はきっと一軍の舞台で必要とされる時が来るはずだ。黄金時代来るぞ。ここに百崎と山田が入ってくるのか。正直今のメンバーでも十分だから焦らず大きくなってくれ。ここよりは先に小野寺、小畑が出てくるやろね。遠藤、問いも急がないとヤバいぞ。豊田は現役ドラフトかもな。ほんと厳しい世界だよな。期待の若手でも気づいたら崖っぷち。外野争いは激しすぎる。中川に経験積ませてほしいな。今年はお試し一軍みたいな感じだったし。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。